はい、どうも、エルザです。それでは、ファイアーエムブレム、風化節々やっていきたいと思います。ということで、続きですね。前回エピソード13が終わりましたので、早速やっていきましょう。さあ、こっからね、どんな展開になっているか楽しみなところだけどね。草月の章、守護の節、猛州の王子。生き延びていた王子ディミトリを含む旧王国軍にセイロス騎士団の残存勢力を加えて新生した王国軍はガルグマクに本拠を据え、帝国軍に対抗すべく動き出したのだが、さあ、各ユニットは5年の成長を遂げましたと、兵士は武器を確認しておきましょう。やはり生きていたのだな。先生、お久しぶりですわね。お兄様も私も心配しましたのよ。どうやらあんたは相当に悪運が強いらしいな。本当に探したんだよ。レア様は一緒じゃないんだね。先生、あなたのことみんな心配してた。事情はギルベルト君から聞いたよ。これからは我が輩たちも力になる。みんな無事で何よりです。それでは全員を集め、今後のことを話し合うとしましょうか。我々の目的は2つ。帝国の打倒、そしてレアの奪還だ。君たちと手を組むことについて私に異論はない。利害は一致しているからな。セイロス騎士団の協力が得られるなら、これほど心強いことはありません。一緒に戦おう。大司教は君に全ての工事を託したのだ。これよりは君の意志に従おう。我々はこのガルグマクを拠点とし、帝国との戦いに臨みます。内部は多少荒らされておりますが、雨風をしのぐ場としては十分でしょう。だけど帝国の奴らもこの用地を警戒しないなんてことはないだろう。いえ、用地といえど大修道院はすでに帝国軍の戦線から遠く離れています。輸送の手間を考えれば不便も多く、さほど重要視はされていないはずです。だがあの抜け目のない皇帝のことだ。監視くらいは置いているかもしれんな。ここを拠点とすることについてどう思われますか。まあさあね、依存はない。幸いにも町や周辺の村落は残っています。潤沢とは言えませんが軍資金もある。殿下はいかがです。好きにすればいい。もう人ごとみたいに言わないでください。せっかくまた会えたんですから。そうですよ。あ、そうだ、この後みんなでここの大掃除するなんてのはどうです。掃除かそれいい案かも。ちょっと5年前を思い出して楽しそう。気楽なものだ。確かにそうかもしれませんけど、でも流行るのもわかります。ですがせくことが必ずしも良い結果につながるとは限りません。むしろ拠点の環境を整えることは式に関わる重要な。くだらない。そうだね、落ち着こう。口を挟むな。落ち着いてください殿下。我々はあなたの敵ではないのです。人を陥れる時の常套句だな。なんだ奴は、まるで別人だな。なんだかかわいそうになってきちゃったわ。お茶でも入れてあげようかしら。私とて
心情が理解できないわけではありません。ですが、今の殿下はまるで見えない何かに駆り立てられているようだ。そうだね、まあ心配ではあるね。ええ、私もです。お、ここら辺はあるんだね。で、お祝いの花を送る。さあ、という感じで、相変わらず変わらずという感じなんだけど、と言ってもそうだね、みんなだいぶ変わってるね。先生ぐらいの立場の人はあんまり変化はない感じだけど、武器とかはどうかな。ヒルソード、あー、ここら辺が増えたか。勇者の槍とかやっぱここら辺だね、増えてるんだね。自分から攻撃者2回、まあ先生取ればそれなりにと。金塊、お、ベルナデッタいる。あー、そっか、ドロティアとかこの辺りも味方にしてたやつはつくんだね。あー、でもセテスとフレンがね、全く見た目が変わらないのがね。ヒルベルト、パトリー、シャミア、まあ仲間になった感じか。ツイリルもそのまま。まあ味方に関してはレベル1に上がったかどうかね。カスパルだけめっちゃ上がってる。あ、でももともと違うもんね。金塊売る。とりあえず資金は増やそう。前みたいに資金は多分増えないんじゃないかな。討伐報酬とかで出てくるかな。ってなると、まあなるべくちょっと前に勝ってて正解だったね。やはり、あ、やはり、まあ弓かだいぶ使ってたからね。ヨト、アシュラ、アシュラは回数が増えるかな。耐久値と、耐久値が増えればいいなっていう感じだね。雇用するにも命中は上がる。あ、命中回避が欲しいな。そうだね。さあ補充、まあちょっとせっかくなんで今回は探索もしちゃいますか。どれぐらい変わったか見てみたいしね。で、掲示板、物資、あ、やっぱいろいろあるんだね。あ、やっぱ崩れてるか。相変わらずここの上は何もないんだろうね。あ、やっぱないね。なんか壊されたっていうか、その割には全然綺麗な気がする。ここで先生に会えてよかったよ。身の振り方に悩まなくて済むからね。ほら、おー、レオニコ。私は師匠から、あんたが無駄死にしないように。コード君、はい、教えてもらえるわけね。そうか、生徒からもか。それは新鮮だな。ちょっとイングリッド会いに行きますか。こっちの部屋かな。めっちゃ袋を飛んでる。そうです、ね、さあイングリッド。この5年で帝国への侵入を拒む家の数はかなり減ってしまいました。大領主であるフラルダリウス、ゴーティエ、カロン、そして私の実家であるガラテア、その他の小領主や城主、王国西部は皆帝国に寝返ったと言ってもいいでしょう。王家より王を賜っておきながらそれを仇で返すとは貴族の風上にも置けません。殿下や先生がいるのです。きっと
彼らから国土を取り戻すことも叶いましょう。あ、イングレスの技能レベルが自分より低いため、はあ。ってことはできるだけ生徒を育てておくとここで引き上げてもらえるわけか。またそのあたりはやっておかないとわからないところだね。お、シルバン。よ、先生久しぶり。美人は相変わらずのようで安心したぜ。この5年本当にいろいろありましたね。先生がいればと思ったことが何度あったか。これからはよろしく頼みますよ。あんたがいてくれれば百人力さ。で、おのは教えてもらえると。おそうか、必ずしもっていうところだね。さあ、この辺りはそんな変化ないかな、見る感じね。ん？あ、影か、びっくりした。さあ、ベルナデット。5年ぶりの我が城、我が楽園、我が世の春とはこのことだね。あれ、もしかして先生、ベルの声聞こえてました？もちろん。いやー、めちゃくちゃ変わったね、ベルナッデはね。なんか髪質から変わってる気がするが、はい、まあ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 、まあ、回りながらね。5年前は自分も死にかけましたが、たとえ死神騎士が現れようともここで食い止められるよう善処します。られるよ、まあ頑張るだけ大事よ。本当に死んでしまったんでしょうか。せっかく同じ学級にいたのに、ろくに仲良くなれないままだったな。温室の花はどうなってるかな。彼、大切にしていたみたいだったから。そうだよ、ドゥードゥーがさ、やられたっていうの聞いてね。まあ多分それが一番大きい原因なんだろうけどね。さて、ここには誰がいるかな。お、アネット。アネットもね、なんかだいぶ変わったよね。殿下の言う通り、お掃除なんてしてる暇はないのかも。帝国軍がここに来るかもしれないのに、私少しのんきすぎたかもしれません。先生やみんなと会えたのが嬉しくって、ついちょっとはしゃいじゃって。そうだね、自分も嬉しい。なんだか安心したかも。基本的にはね、後々士気が大事になってくるからね。こういうモチベーションは何かと大事。はあ、せっかくみんなと会えたのに、みんな暗い顔しちゃって悲しいわ。先生、お茶にしましょうよ。他の子たちや兵士さんも誘って、みんなで。楽しそうだ。そうでしょ。まあさすがにお菓子を用意する余裕はないけれど。あ、それからディミトリにも声をかけてあげなくちゃね。そうね、きっと来てくれないとは思うけれど。そう、でもね、意外とね、こういう時に大事やからね、息抜きは。聞いてくれよ先生、俺ガルグマクが陥落してからさ、帝国に戻るわけにもいかなくて、王国と同盟領を放浪してたんだよ。そしたらさ、連中と偶然出会って一緒に大修道院に戻ってきたんだぜ。一応カスパルたちもそういういきさつになってるんだね。面白いね、そう考えると。いやー、でもドゥードゥが一番残念やな。例えばシャミア、騎士というよりは傭兵だ。金で働いている。もともとフォドラには思い入れが少ないんだ。そろそろ去ろうかと思っていたが、あんたがいるなら少し話が変わるな。シャミアはなかなかね、変わってないよね、見た目ね。すげえなと思うけど、劣化してないっていうね、言い方は悪いけどね。それは劣化といえばこの子だよ。先生、ご無事で本当に良かったですわ。
先生がどんな道を歩まれようとも、私が必ずお助けしますからね。遠慮なんてなさらないで。あなたは私の命の恩人なんですもの。さあ、進行。そうか、これをしてもらえると。おい、飛ばす。関係なさそうなもの、飛ばす。さあ、セテス様は大司教芸家を捜索する傍ら、各地の教会を回っておられました。セイロス正教会が健在であることをオドラの信徒たちに示すためです。その甲斐あって、今のところ信徒たちに大きな混乱は生じていません。まあそういうところやっぱ聞くんだね。おい、なんとかしろ。あれをなんとかしろ。資料か何かの類か。あれは神器臭くて見るに耐えん。自分にあり、そっと職を。なんとかしよう。そうしてくれ。まあね、フェリックスが頼むっていうのはね。ようやく探し出したはいいが、あれではまるで死人だな。人を殺すのは上手くなったようだが、代わりに人の心を失ったのだろうよ。もうフェリックスが言うんだったらよっぽどやろうな。この戦闘狂がね。さあ、ディミトリー。会話する気はないとね。よし、じゃあちょっと能力開発していきますか。ということで、そうだね。ここであとは伸ばしてっていう感じなので、次はイベントカレンダーでいうとここかね。多分25とかで、この辺り多分イベントが挟まって31っていう感じだと思うんで、それまでお楽しみにしていただければと思います。じゃあそれではスキップ。感謝します。違う。そんなわけないだろ、グレン。師弟の情など、そんなものは捨て去った。今はただ憎い。すぐにでもあの女を引き裂いてやりたいよ。皇帝だろうと女一人を殺すのと変わらない。だからみんな、そう心配しないでくれ。ええ、父上も母上もそんな顔をなさる必要はありません。きっとすぐに彼女の首を持ち帰ります。必ずその無念を晴らして。大丈夫？何の用だ？様子を見に来た。そうか。やはり出撃の支度を急ぐべきだ。一刻も早く殺さなければ。準備がいる。そんな悠長なことを言っていられるか。俺は一人でも行く。行かねばならない。失礼します。お二人とも急ぎ迎撃の準備を。帝国軍が我らの存在を嗅ぎつけました。やはり見張られていたようです。帝国軍帝国軍か。殿下、どうか無茶な戦は慎まれますよ。セイロス騎士団が帰還したという報告は確からしいな。骨が折れそうだ。あの兄さん、敵の中に殺人鬼がいるという噂は？さあな。だが我々の兵に損害が出ているのは確かだ。たとえその者が敵の中にいてもいなくとも、騎士団を相手にするのだ。危険は大きい。グレーチェ、お前に前線はまだ早い。後方で支援に徹していろ。嫌です。私も兄さんと一緒に。分かってくれ、グレーチェ。俺は必ず帰ってくる。約束するよ。分かりました。信じています、兄さん。
よし、全軍工場の支度にかかれ。さあ、進軍ガルデマク防城戦かな。5年前の約束を胸に再び大修道院に集った学級のメッセラーズは面々、さらに騎士団も帰還し再会を喜び合う皆であったが、たちまち階級の時は終わりを告げると。敵現地に襲来の知らせを持って、どうなるかな。多分あの兄弟を倒さないといけないだろうね。ガルグマクにて挙兵の準備を進める王国軍だったが、その動きはすでに帝国軍の知るところとなっていた。王国軍の存在をいち早く察知した帝国軍の先兵は、若き将軍ランドルフの号令下、ガルグマクを再び陥落すべく進軍を開始する。さあやっていきましょう。やっぱ外せないよね。外せないってのが一番辛いんだよな。マジで。兵士はこのままで。まあそうだね、育てて飛行系にしてしまえばって一つもあるんだけど、そういうわけにはいかない。戦闘に目を残しとくか。よし、じゃあやっていきましょう。敵の全滅、防衛地点の陥落。セイロス騎士団は強敵に違いないが、兵力はこちらが上だ。一気に攻め落とすぞ。思いのほか敵の数が多いようですね。ここは火攻めが有効でしょう。報告、敵がガルグマク周辺部に侵入。内部へと侵入されれば大修道院の防衛は叶いません。急ぎ撃退しましょう。そこね、そうか、意外とやべえな。ここ倒さないといけないんだけど、ここも守らないといけないねえってなる。戦場を広く見なくても、これで戦況が動く。で、敵は相変わらずここやね。どうなるかな。しまった。あ、やっぱダメか。あ、そうなるわな。内部戦場を広く見なくても、皆を導かなくても。あ、待機しとくか。下がおう、地位に連れていく。兵が策の準備に向かいました。目標地点まで。さあ、やっべーなー。ああ、なるほどね。あれ、これセイロス騎士報告。内部これもしかして積みじゃね。よし、勝てたね。下ディミトリやられたら終わりでしょ。兵が、多分侵入されて終わる気がするんだよね。しまった。だよね。いや、ちょっと待った、これセイロ思い報告。内部戦場を広く見なくても、皆を導かなくても。いや、一緒だね。
はあ、兵が彼らの死を無駄にはしない。まあ耐えれるか試してみるか。無理だろうけど。しまった。だよね。そうか。いやこれ単純にもう罪だね。入れ替えてたところでディミトリがまず抑えれないでしょこの子。ない上ギリシ範囲入ってるもんね。ってなった時にディミトリがそもそも対応しきれない、ってなると、まあ戦場を広く見なくてもまあ罪やね。皆を導かなくても。従おう。兵が多分だよね。ここが3体揃ってる地点でここを止めたとしてもだと思うんだよね。そもそもディミトリが持たない。侵入系は、ああやっぱそうなるよね。もしやるんだったらもう見捨てる覚悟だね。彼らの死を無駄にはしない。うん、やっぱ見捨てる覚悟。味方がディミトリー以外か、のメンバーが死んでもいいような感じの編成にしないと耐えれないね。狙い通りに進められているね。としてはディミトリの避けれる可能性にかけるしかないね。戦場を広く見なくても。まず第2回はできない。君はこっちで OK。で、これは OK で。よし、勝てたね。よし、耐えれた。やっぱそういうことか。皆を導かなくて。違う、このまま待機で。戦場を広く見なくても。攻め方としては彼らの死を無駄にはしない。そうね、ここだとあの真ん中ここかな。手としてはで
ギリ、ああやっぱ。そうだね、移動が一手足りへんか。狙い通りに進められているね。しまった。だよね。あここでだよね、カウンター変えらないよね。報告。戦場を広く見なくて。これで戦況が動く。従おう。兵が皆を導かなくても。これで戦況が動く。無駄にはしない。たとえ死んでも。攻めのため何よし、勝てたね。戦場を広く見なくては。皆を導かなくては。彼らの死を無駄にはしない。無駄にはしない。
完敗か。だがこのままおめおめと逃げ帰るわけにはいかん。先生下がれ。これで戦況が動く。皆を導かなくても。ここをしのげば。彼らの死を無駄にはしない。さあこっからかな。戦場を広く見なくて。よし勝てたね。さあ徐々に来る。あがてのやりでいけば1回でいける可能性があると。家族のため、俺は決して負けられない。さあランドル、いやー倒せた。ここで終わるわけには。捕らえろ。ここをしのげば。一旦引く。やっぱ出てくるか。輸送隊から。持ち物を装備。全開でお迎えしますか。さあ壊滅。2ターンに一度出てくるって感じなんだよな。狙い通りに進められているね。いやー一気に攻め切ったのが良かったかもしれないね。また出てきた。引き返すことはできないから。もう来なくていいよ。ひざめしてるともうこれがないんだろうな。クリア。いやー積んだかと思った途中。ある意味途中敵の体質っていうか、ある意味抜けてよかったね。家族が待っているんだ。俺はこんなところで死ぬわけには。家族だと。畜生の分際で何をほざく。滑稽もいいところだな。お前に家族の情などわかるまい。血も涙もない化け物め。
化け物はお前もだろ、将軍。それに気づいていないだけなお立ちが悪い。将である以上、そうして命乞いをする者たちを容赦もなく殺してきたのだろう。それともこの後に及んで自分の手は汚れていないなどと嘘吹くのか。それは戦争だからだ。国のため、大義のため、家族のために。大義や家族のために死体を積み上げるのも、死者のために死体を積み上げるのも、とどのつまり同じ人殺しだ。化け物同士仲良くしようじゃないか。なあ。違うものか。貴様の手からも刺繍は吹いているぞ、将軍。黙れ、黙れ。同類のよしみだ。すぐには殺さない。だが仲間の死ぬところは見たくないだろう。ならばまずは貴様の両目から。お前だけはどうか無事で。何のつもりだ。見るに耐えない。傑作だな、先生。俺が気に食わないのなら切ればいい。もし切らないというのならば、お前も仲間も骨の髄まで利用してやる。どうにか帝国軍は打ち払いましたが、我々の居場所は割れております。今後第2波、3波と襲撃が予想される。現在の兵力では防衛だけで手一杯かと。というかむしろこれっぽっちの人員と物資で帝国軍を撃退できたのが奇跡ですよ。やっぱり早くロドリグ様に援助をお願いした方がいいよ。ロドリグ殿も広告税の侵攻を受けて苦しい立場には変わりないはずですが、フラルダリウスの領土には我々と志を同じくする者たちも集結しているのです。彼らとの合流を取り計らってもらえれば、我らの兵力を増強することも叶いましょう。フラルダリウス、ロドリグはまだ生きていたか。確か5年前に会った。そうだったな。親父殿が今のお前を見て一体何というか、ある意味で見物だな。すでにロドリグ殿へは殿下の無事を伝える早馬を飛ばしておりますが、再度早馬を飛ばしましょう。この状況、まず援助を請わねば身動きも取れません。それから殿下、一つお伺いします。あなたは今後どうするつもりなのです。兵を向けるべきは王とか帝とか、どちらだとお考えか。帝都を落とし奴を殺す。戦いは終わり、死者の無念は晴らされる。これ以上に単純な話があるか。そうかもしれないですけど、その間にも助けを求めてる人がいるかもしれないのに。殿下、彼らが憎い気持ちもわかります。ですが王都の民は今もあなたの帰還を。はあ、やめとけやめとけ。余計なこと考えてると剣が鈍っちまうだろ。そうですよね。エーデルガルトを倒してこの戦争を止める。そうすれば王国も。そうね、レア様も探さなきゃいけないし、私は早く帝都に向かいたいかも。私たちは君の意志に従おう。確実に落とすんだったらまず王都だな。
お前は教団を託されたのだろう。ならば帝都に向かうのが筋のはずだ。レア様が帝国に囚われているならば、王都を奪い返している時間などないだろう。いずれにせよ兵力がいるようです。やはり協力の要請は不可欠でしょうね。宗月の章、天魔の説、煉獄の谷。帝国軍の先兵を退けた王国軍は、乏しい兵力を増員すべく、王都の東方フラルダリウス家領にてコルネリアに交戦中のロドリグに援軍を打診した。来たか。親父殿からの返事だ。お前も読め。詳しい事情はギルベルト殿から伺いました。急ぎ兵員が入りようとのこと。すぐに増援の兵を整え大修道院まで送り届けたいところではありますが、私も何の用意もなしに長く前線を離れるわけにはいきません。フラルダリウス領の南、煉獄の谷アリルまでおいでいただくことはできませんか。アリルは修道院と我が領地の中間地点です。そこで兵員を引き渡しましょう。煉獄の谷アリル。アリルは王国領と同盟領の境に位置する人の寄りつかぬ深い谷です。確かにあのアリルなら敵に動向を悟られずに合流できるだろう。親父殿から兵員を引き取ったら、いよいよ帝国との戦いが始まるというわけか。以降の戦いは熾烈なものとなるでしょう。良いのですね殿下。なあ、今さら何をためらう必要がある。父上も母上もグレンもドゥドゥも皆笑ってうなずいてくれるはずだ。エーデルガルトの首を捧げさえすればきっと、きっとな。煉獄の谷アリル。ありがたい。さあ、煉獄の谷アリルまでですね。いやー、なかなかしびれますな。いや、ほんとなんだろうね、指に関しては予備を用意してても全然いい気はするね。なんかそんな気はする。いやー、鋼の弓を2つくらい持ってても全然、まあ、銀を使い、いやー、まあ、銀でもいいんだけどね。結局よ、回数がね、そうね、減るのよ。これが結構気にしてて。意外と鋼ぐらいの方が何かと使い勝手がね。でもあれだね、だいぶこう自利品になるね。なんかそんな気がする。アイテム持つかな。なんかそこの心配の方が気になるね。ロングボムね、射程が伸びてもっていう感じなんだよな。1個は持っときたいけどね、なんかのためにね。いやー、まあまあ考えもんやね。回復も何かと入りようだしね、まあ、消費した分だけ買って、まあ、銀の盾をといて、まあ出撃するときに持たせるとか、ちょっと対策すればなんとか耐えれそうな気がするから、とりあえず
ついてくるメンバーはどうにかして、っていう感じにしたいなと思います。まあまあということで今回ちょっと長めになりましたがね、ここまでにしたいなと思います。ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたな。